いや、吉田さん、動画ありがとうございます。お疲れ様でございます。今日はなんとかフェスですよね。去年もなんかナイト2000いたそうじゃないですか。多分あの方かな、この方かなと。ナイト2000のオーナーさんってね、割となんかお互いになんか有名っていうかね、あの人ねみたいな感じでね、直接会ったりコミュニケーション取ってなくても意識するところではあるんですよ。かくいう私もナイト2000買った時は Facebook とかね、メールとかで今度会いましょうみたいなね、他のナイトオーナーさんからご連絡いただいて、なかなか果たせないままでいるんですけども、その中でもね、神戸にお住まいの YouTuber でナイト2000をやってらっしゃる方とはお会いしまして、コラボでね動画撮ったりしまして、すごく面白かった思い出がありますね。やっぱりね、なんかね、アメシャノリっていうんですかね、見た目ちょっと怖いんですよ。ガタイもいかつい人が多いですしね。で、なんかカウボーイとかね、あんな感じの格好もしてて、ちょっと見た目、おい、やばいな、みたいな感じがするんですけども、結構みんなね、優しい方ばかりでね。で、アメシャのことよく教えてくれるんですよ、キュウジさんのこととか。私もそういう方に助けられて今に至るわけですけども、まあ年代もね、やっぱり40代、50代が中心なんで、非常に関わりやすいなと私は感じてます。で、不思議でしょ？吉田さんも感じてらっしゃると思いますけども、R34 で。特別な車を持つとね、特別な車っていうほど特別じゃないかもしれませんけども、ちょっと変わった車を持つと、その車から広がる縁ができるんですよね。私今までね、セドリックにしてもセルシオにしてもシーマにしてもいろんな高級車乗ってきましたけども、そこで人の縁が広がったってことはないんですよ。ただね、トランザム乗った時だけは広がりましたね。今も広がってるんですよ。いや、ありがたいことだと思います。そういった縁で、なんとかフェスってのもあると思いますし、この前私ね、笠岡空港でアメ車のイベントがあって行ってきまして、すごく楽しかったですね。で、まあ本当に奥が深くて、本当にいい世界だなと思いました。まあインターネットのビジネスもまともにやってるとその縁っていうのはできるんですよね。で、コスずるいことやってると縁はできないと思うんですよ。お客さんとの縁もできないですし、同じようなね、ビジネスをしてる人との縁も歌方のものになりやすいです。でも、ちゃんとやってる人って、ちゃんとやってる人同士で結ばれますよ、やっぱり。私は今ね、そういうふうに思ってます。だからね、ズルをする人はマトリックスアフィリートじゃないですけども、フォーチュンビジネスじゃないんですけども、結局いなくなっていくというね。ズルする人は、凡事徹底しないし、やれってことはやらないし、なんか人にやれって言っといて自分はやらないっていうんですかね。で、それ比べると、結果出てない人の方がまだね、真面目にやってるなと思いますよね。ですので、私もね、改めて、わざわざ苦しいことをやろうと思わないですけども、楽しめることを楽しめる限り追求していこうかなと思います。それがプロの道なんじゃないかなと思うんですよ。プロはどんな状況でもそれを楽しむと、アカウントバンクになってもそれを楽しむと、ね、そんな形で、もしね、これからもいろんな形で挫折しそうな人に出会った時には、そういう気持ちも伝えていきたいなと思ってます。今日はそんなところでいいですかね。じゃあ明日よろしくお願いします。